こんにちは、木村カエラです。3月の27日土曜日に国際女性デー音楽祭開催されます。このイベントは沖縄の恩納村で開催されるお客さんを入れた音楽イベントです。私自身お客さんとこう向かい合いながらライブをするのはすごく久しぶりで、すごい楽しみにしております。なんかようやく歌えると思って、すごいワクワクドキドキしています。でもまあこんな時期なので会場に来るのは不安ですっていう方もいらっしゃると思います。その方たちのために配信もオンライン配信もしてるらしいので、ぜひ会場に来られないよっていう方は配信でライブにぜひ参加してみてください。素敵なアーティストがたくさん出ますということで、お会いするの楽しみにしています。木村カエラでした。